Hi everyone, it's Satoko. 私の簡単英語レッスンへようこそ。今日は私はアテネ、ギリシャのアテネに来ています。そしてここは、ローマンアゴラというね、まあ、秋田にね、実はアゴラ広場ってあるんですけども、多分きっとね、ここの名前をアゴラを使ってアゴラ広場になったのかと思うんですけれどもそして今日のレッスンはね、スーパーショート、とってもね短くギリシャの言い方、英語でギリシャという言い方を学んでいきたいかと思います。ギリシャとね英語っぽいんですけれども、実はギリシャとは英語ではグリースと言います。この R の発音があるので舌をどこにもつけずにGreece。 そしてアテネはスペルを言うと ATHENS なのでアテンとね、 TH の時にちょっとね舌を噛み具合にアテンとね発音します。アテンなのでアテネとは言いません。アテンですとね、あとギリシャ人とかギリシャ料理、ギリシャ語のことはGreek とね、これも R があるので舌をどこにもつけないで Greek とね発音します。と今日私たちは、私友達と来てるんですけども、48時間アテネにいて、明日はサントリーニというね島に飛んできますでサントリーニはお友達がいて、そこで48時間過ごして、そして最後もう4泊5泊目はまたアテネに戻ってきて、そこからトロントに戻りますとね、今日はこのローマンアゴラアテネのローマンアゴラから簡単なねグリースとね言い方、そしてグリークはギリシャ語、ギリシャ人、ギリシャ料理などの言い方を学びましたと、今日はアテネからのレッスンでした。それでは次回のレッスンまで See you! Bye!